こんにちはイギリス在住会議通訳者発音改善コンサルタントの平松理恵です今日は一人でお届けしたいと思いますポッドキャストをお聞きの皆さんそして YouTube をご覧の皆さんありがとうございます今日のお話は何かと言いますと私発音改善コースで、えー、月に1回グループレッスンっていうのをさせていただいてるんですね で個人の,その個別のレッスンというのもさせていただいているんですけれどもちょくちょくお問い合わせをいただくんですがそこで結構気づいたこととかっていうのがあったのでシェアしたいなと思いましてで私がそもそもこの発音なんで得意なのっていうところなんですが、あのー、皆さんと同じように中学1年から英語の授業で 英語を学ぶようになったんですねで割と最初の頃からその音には敏感というか音はどうしてもこう英語らしい音で話したいなっていうのがあったんですよね。もともとクラシック音楽をやってたとかいうことも関係はあるのかもしれませんけれどもとにかく英語は英語の音で。 これが英語に限らず、フランス語だったりとか、スペイン語だったりとかも同じで、日本語ももちろんそうです。日本語らしい音、フランス語ならフランス語らしい音で話せるようになりたいなっていうのがあったんですよね。で、そういったところから英語の授業を受けてますから、音っていうのをいつも気にしてたっていうのと、自分の中にイメージがあって、外国人、特にイギリス、 イギリスじゃなくてもいいですけど、英語圏の人たちと話した時に遜色ない音で話したいなっていうリズムとかもそうですけどね入ってきますけどもみたいなイメージをずっと持ってました。うん、あのー、そういう方って結構いらっしゃると思うんですよ。アメリカ人ならアメリカ人が話すような感じで話したいしとか。 歌を歌うのでもその元の歌のように滑らかに発音しながら歌えるようにしたいって結構自然なことだと思うんですよね。うん、でそういった中から結構こ,うこだわって努力をしてきた感じはあります。でですね その言葉ってでも考えたら発音って難しいんだってあの、結構ね、反復練習ではっきり言うと飽きるっていうかあの、すぐにできないですし、思ったように音が出せないし、そもそもその正しい音っていうのが最初わからないので、反復練習をするときにつまらない部分があるんですね、どうしても。 で、なんでこんなに英語の発音って難しいんだろうって思ってらっしゃる方、一人や二人ではないと思うんですよ。で、ちょっとその思いを横に置いておいていただいてですね、ちょっと私も考えてみたんですが、ね、あの、改めて考えてみると、英語をは、ま、話す国で生まれた人たちって、 そんな、こう、ああ、英語の発音って難しいとか思いながら覚えていくわけじゃないんですよね。で、私たちが日本で生まれて、日本語を母語として覚えてきたときも同じじゃないですか。で、特になんか勉強した人とか、あのー、すごく頭がいいのとか、まあ、悪い人、悪い人話せないかとかって言ったら、そんなことないじゃないですか。私たち、母語って。英語圏も同じで、母語って話せるんですよ。まあ お話が上手か下手かっていうのは別の話です。あと、発音によっても、うん、苦手な音があったりとかね、滑舌が全体的に悪かったりとか、そういうことはあると思うんですが、基本的に母語って話せるんですよね。みんな。だから、特にこう意識的に努力をしなくても、話せる言語のはずなんですよ。英語も。なのに、 なんでこんなに難しいんだろうなっていうのは一つはマインドブロックですしもう一つはあのちょっとこれねイメージしていただきたいんですけれど英語の山っていうのがあって日本語の山っていうのがあると思ってほしいんですねで私たち日本語の山で生まれてますで日本語の山は小さい時から慣れ親しんでいるので登り方とか下り方とかわかるんですよ どんなうーん天気になるかとか、こうね、どんな植物があるかとか、そういうのも分かるわけですよ。登り方がよく分かる。だけど、同じように、その英語圏で生まれた人は、英語に関してそういう感覚を持っているが、この山と山がですね、日本語の山と英語の山が全然違うっていうことなんですよね。だから、日本語の山の登り方だと、 英語の山が登れないし、英語の山の登り方だと日本語の山が登れない。当たり前じゃんって思いました、もしかして今。いや、でもこれね、改めて考えてほしいんですよ。もうちょっと細分化して考えていくと、この山と山、日本語同士とか、英語同士だから、なんだ、日本と日本語、日本で生まれて日本語っていうのと、英語圏で生まれて英語が母語。 っていう掛け合わせとこれを交差させるとですね途端に難しくなる不可能かとすら思えるほど難しくなるんですね。なんで私が思うにはこの山と山の間に大きな海だとかでなければ崖があったりとかねうん泥沼があったりとか。 あの、すごい、こう、ジャングルがあったりとかして、そこを分け入っていかなきゃいけないんですよ。山と山の間にあるんですよね。で、それをなんとかして、こう、分け入っていって、向こう岸に着いた着いたら、今度また登んなきゃいけないんですけど、この、その山、日本語の山と英語の山っていうのは、だいぶその山の感じが違うので、 適してる乗り物っていうのが違うと思うんですね。例えばですが、日本語の山は、田んぼが多いからトラクターが向いているとするじゃないですか。そう。英語の山は、どういうテレになってるのかわかんないですけどうー、仮にその、ね、その土地に適した乗り物は馬だったとするじゃないですか。そう。トラクターと馬じゃ、全然その、 オペレーションが違うわけですよ。第一、このトラクターは機械だし、馬は生き物なんですよね。っていうんで、まるっきりこう違うわけですよ。餌が必要になるし、まあこっちのトラクターも餌っていうか、あの燃料とかは必要になるんだけれども、全くその別物なんですよね。 だからケアしなきゃいけないところとか特性とかがまるっきり違うんで乗り方も違うしだから覚え直さなきゃいけないで、うん、小さい車から大きい車になったなんていう差じゃないわけですよまるっきり違うっていうのをだから今までトラクターしか乗ったことなかったのに馬に乗れるようにならなきゃいけないみたいなことなんですよね っていうと、やっぱりなかなか一筋縄ではいかないよなって思う。うん、それが一つですね。で、あのー、もう一個は、山っていうと、その、ね山の景色とか、高山植物とか、楽しみのものあるじゃないですか。で、ね、最近いただくお問い合わせで、その、まあ特徴的なのは、なんかね、こう、その、お問い合わせいただく内容を、 じっくり分析してみると、なんかこう、五輪の章みたいな宮本武蔵かなんかのそういう、こう、虎の巻みたいなものが発音改善にもあるんじゃないかって思われてるんじゃないかなと思うんですよ。結構ね、そう思わせるような文面っていうか、をいただいたりするんですが、その時もね、お答えするんですけど、あのー、言えば言うほど逆に聞こえてしまうかもしれないんですが、 ないんですよ、そんなもの。本当に。あのー、5つの秘訣とかですね。そういうのないんですよ。ここは押さえておきたいね、みたいなのあるんですけど、そうじゃなくて、いや、実は誰も知らないこの秘伝のタレみたいなのはない。ただ、あの、勘違いしてはいけないなーって思うのは、ちょっとこうね、あのー、 きつめのことを申し上げるかもしれないので気分を外さずに聞いていただきたいなと思うのですが植物とかねあのある山に行ったらこういうものがこういう植物があるんですよっていうのが楽しみだったとしますよねでそれってその山に行って足を運んでですよそこまで登っていって見えるところに行ってみて初めてありがたいと思いませんか感動する ですよねそこで。なんだけどただ単純にその写真とかでどこどこのあの山の植物とか知らされないでパッと見たら何な,なんか別に何の変哲もないすごいゴージャスなわけでもない花じゃないこれって思ったりするかもしれないと思いません知らなかったら。なんだけどそこまでのあこれってこの山にしかない高山植物なんだってっていうことがわかってたりとかあとそこへ行って。 足を運んで実際、うんっっってこう登っていって、登見たたから、あありがたみがみるんでで、すよねで。その時ってすごく感動するしものすごくその体験に意味があるんですけどそれを抜きにこのなんだろうなこの山に登ったらどういう植物が見えるか見してくださいみたいな。でそれを見た時にえこんなもんなんですか みたいなふうに思われちゃうと一番その大事な部分っていうのがちょっと伝わらないままだなっていう気がします。だからっやったことなければ山も登ったことがなければその楽しさってわからないじゃないですか。どんなにねあのー、言葉を変えて分かってもらえるように一生懸命こう例え話を使いながらしたところで わからないんですよやっぱりその頂上富士山に私2回かな登ってるんですけど登頂してるんですけど、あのー、これ自慢話とかじゃなくて例え話です。そのそこまで行って経験して初めて分かったことっていうのはたくさんありました。苦しいこともその苦しみが後で楽しさに変わったりとかそうじゃなくても。 想像もしなかったような体験ができたんですね。これって話したらなんとなく分かったような気になる人はいるかもしれないんだけど、本当のところは分からないと思うんですよね。で、発音改善も同じなんですよ。で、私グループレッスンしてるっていう,うに言いましたよね。で、あの、させていただくその方たちっていうのは、ここの部分がもう 本当によく分かってらっしゃると思いました。もしかしたら、私の最初のレッスンの時、対面でやって、あの、その時がきっかけだったっていう方とかもいらっしゃるんで、その時とはそんなに思ってなかったかもしれません。ですが、私は、あの、口を酸っぱくして、こう、繰り返し練習してくださいねって言って、その、その練習も思考停止してたらダメなんですよ。自分で録音して聞いて、あれ、こういう音になってるはずなのにって思ってもらう。 で、それをもとに自分なりに分析をして、音を、思っている音に近づけていくっていうことが大事なんですけど、で、それを私がグループレッスンで確認、チェックさせてもらって、で、一人一人に合わせて、 あの、っていうのは、一人一人っていうのはですねこれ、みんな一緒じゃないんですね。口の形も違うし、唇が、あの、薄い人、厚い人、あと、歯並びだって皆さん違いますし、噛み合わせも違うし、舌だってそうだし、力も違うんですよ。で、ご存知だと思うんですけれども、英語って顔の筋肉とか舌とか、すごく使うんですね。日本語に比べると、うんと使うし、あとは、あの、量が多い。 とかあのインテンスっていうだけではなくって組み合わせがんうんですよね。あの,音と母音の組み合わせとかも違うのでやっぱりその口の中のコーディネーションの仕方っていうのが英語と日本語だと違うのでそれにやっぱり慣れていくには悲しいかな悲しいって思ってほしくないんですけどもう筋肉に覚えさせていくっていう作業が不可欠なんです。 で、ここで大事なのは、間違えて覚えると、これがですね、抜けない癖になっちゃうんですよ。だから、正しい音で、しかも正しい形とかで出せるようにしていく。だから、ちょっと、あ、違うな、ここフォーム間違ってるな、みたいなところを、もう、ち一いち私が手足、手取り足取りで、こう、サポートさせていただいてるんですね。っていう作業をしていく中で、やっぱり皆さん、あーははー、みたいな感じで、多分、 分かってきてと思います。でですね、あのー、中には、あ、割とこの人素直にいけそうだなっていう人と、うわあこの人難しそうだなぁって心の中ですよ。もちろん見せませんけど、私が内心思うような方とかも、まあまあ、まあまあいらっしゃるわけですよ。なんですが、ちょっとね、今回、 すごい感動したのでシェアさせていただきたいんですけどその後者の方のお一人なんですがあのちょっとあ難しいかなこの人みたいな方で、えっと、半年ぐらいもうずっとねやっていただいてるんですけど正直最初はなかなかこう思うような私がこれだったら合格かなというような音がなかなか出せなかった。 んです,けどすごいもう「パーフェクト」っていうような音が出せるようになってきたんですよね。まあ、音によりますよ音によるんですがその打率がが確実に上がってるんですよそれもね徐々に上がってきたっていうよりはある時まで割,割とこんな感じだったんですけど。 ここへ来てガクンと上がった感じで私感動しました。あ、こういうことってあるんだと思って、だから発音改善の、うん、お仕事させていただいていて、すごく嬉しかった瞬間でした。というようなことがねあったりして、だから、その、ほら、五輪の章みたいな感じでですね、うん なんていうのこう、秘伝のスパイスみたいなのがあって、それをちょっと振りかけるとできるようになるとか、そういうものじゃないんですよね。その理由の一つは、一人一人が違うからっていうのがあります。当たり前に聞こえるかもしれないんですけど、一人一人にこう、調整しないといけないんですよ。うーん、日本語でもね、ラ行が苦手な人とかいます。そうじゃない人もいますね。 作業がにや苦手な人もいますし、全体的に滑舌が良、うん、くないっていう人もいれば、全体的にいい,いいけれども、この音だけが苦手っていう人とか、あの、あるんですね。で、先ほど申し上げたような、その、口の、うーん、なんだろうな、期間もう、もう個性があるわけですよ。みんな。口の大きさ一つとってもそうですし、 歯並び一つ取ってもそうだし噛み合わせなんかもすごく関係があるんですね。それに合わせてその音が出せるようにサポートさせていただくもんですからそんなねあの金太郎飴みたいなわけにいかないんです正直。っていうことをねちょっとお伝えしたいなっていう,うに思ってでそういったなんかこうマジックみたいなものを求める方って気持ちはわかる。 すごくわかるんですよ。発音のこととかじゃなかったら、やっぱり思いますもん。私も。そういうふうに思ったりする。なんですけど、そのね、その求める心っていうか、その、そういうものがあるはずだって思うところが、あのー、問題えっ、ー、とですね、失敗します。そういうものがあるはずだと思ってしまう。その発想が結構ですね、あのー、入り口を間違えてしまうんですよ。 入り口間違えるとですねどんどん迷い道に入ってしまってあの出たい出口に出られなくなるんですね。あのそういうものを探してしまう探すような発想の方がちょっと問題っていうことなんですね。うん、その気持ちはすごくわかるんですけどあの何かいいアイディアがアイディアっていうか例がないかなと思ってちょっと考えたんですがあのスエズ運河とパナマ運河ってあるじゃないですか。 でスエズ運河が先にできましたよね。で、あれって砂漠をぶち抜いて海と海を渡して運河を作ったじゃないですか。で、じゃあパナマ運河も同じような感じで作ろうって言って始めたんだけれども大失敗しましたよね。最初、フランスが失敗したじゃないですか。みたいな感じで、なぜかというと、その砂漠じゃなかったんですよ、パナマ運河って。あの、中南米にありますね、あれ。中南米っていうか中米にある。 ですよ、パナマ運河って。で、そこの地形とか見ていただくと、あの、ジャングルがね、間にあったと。で、沼みたいに、こう湿地みたいになってたりとか、あと、疫病があるわけですよ。マラリアがいるから。マラリアがいないね、蚊がいるからマラリアがあるし、みたいな感じで、もう、スエズ運河の時とは全然勝手が違ったわけですよね。 だからもうとんでもないあの大変な思いをしてその大西洋と太平洋を渡すための,その運河っていうのを作ったわけなんですけどみたいな感じであのー、スエズ運河と同じ感じでできるだろうって思うと失敗するっていうそういうことなんですよね。発音の話もそうなんです。あのー、そもそもの勘違いをされてるのは なんかちょっとこう問題のある音とかがちょこちょこっとあってそこに対して特効薬みたいなものがあってねそれを処方すればもっと言ってしまうとインストールすればなんだろうそのウイルスの駆除じゃないですけどみたいな感じで問題が解決するんじゃないかみたいな発想に聞こえてしまうんですけど私にはそうじゃないんですよね あのー、どちらかというと、スポーツ、ゴルフとか、でゴルフってその止まってる球を打つじゃないですか。だからその、動いてる球を打ちに行くみたいな感覚でいるとうまく打てないですよね。野球選手でゴルフやって、ゴルフでは下手みたいな人多いじゃないですか、結構あの。上手な方もいらっしゃいますけど、あれって止まってる球と,、ね、とあの動いてる球の違いだったりとか。 あと、球ね、下に置いてあるしとか、空中を動いてる球とだいぶ違うわけですよね、必要なスキルとか。で、ゴルフも、その、立った時のスタンスと、あと構え、フォームっていうのはすごく大事だったりするじゃないですか。で、上半身と下半身とのバランスっていうのすごく大事ですよね。例えば、こう、右からスイングして打った時に、何だろうな、よくあるのは、 あの上半身と下半身がバラバラになっちゃって大体その下半身の方が先に動くとあのボールが思った方向に行かないとかいうことになるわけですねあと腕が動いちゃったりすると角度が軌道がずれるのでそのゴクラブの真ん中に当たらないんで球が飛ばないとかですねあのそういうことになったりするでそこで一番大事なのってやっぱり姿勢だったり そのフォームだったり、スタンスだったりするわけですよ。で、クラブはも、クラブを持った時のその、なんだろうな、こう、長さグリップとかね。もうすごい大事になってくるわけじゃないですか。そのあたりの調整をするのが、発音改善。私、強制っていう言葉が嫌いなので、発音強制って言わないんですけど、発音改善だと思ってます。 っていうようなことでですね、はい。ローマは一律にしてならずなんですよ。で、あの、ただただ一歩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 、あの、考えなしに進めばいいということでもないので、あのですね、常に調整しながら、直しながら行くっていうのが大事です。あの、筋肉って一回間違った動きを覚えるとなかなか取れないので、悪い癖をつけないようにしながら、いい癖になってるかっていう確認をして、 同時に筋力とスタミナをつけていくってことです。やっぱり人間の頭って、その寝た時とかそうですけど、そのいっぱい、えー、本読んだりとかね、いろいろして情報を入れてもすぐに定着しないじゃないですか。でも一日寝たりとか、あの、寝かしておくうちにどういうわけかこう学習が進んだりしますよ。点が線になって、線が、んー、なんだ、面になったりとか。 すするじゃないですかああいう学習を期待,期待っていうかああいう学習を起こすにはやっぱりその一定数積み重ねていくしかないと思います。これは発音改善に限ったことじゃないんですけど。でとっても大事なお話なのでなんかちょっとね偉そうにあの話しちゃったかなみたいなところもあるんです。すいませんと、あのー、とっても大事ななころなので お話しさせていただきました。はい。でですね、あの、お問い合わせいただいてるんですが、発音改善の方。今、私は、あの、公には募集しておりません。あの、個別レッスンはお受けしておりますけれど、いわゆるそのグループレッスンで行うようなですね、コミュニティ的な活動の方は、10月、 新たに指導する予定ですので、あの、関心をお寄せいただけた方にはですね、ぜひ、えっと、サイトの方に、あの、この解説欄、詳細欄に載せておきますので、そちらの URL からたどっていただいて、それで、あの、ウェイトリストがあります。 うん、待機用のリストなんですけど、そちらの方にですね、どうあの短期のコースと長期のものなど、中長期のものもあるので、えー、ど,こどちらのコースにあの興味があるかというところをチェックしていただいて、それでまあメールアドレスとですね、あの記入していただくと登録できるような形になっておりますので、ぜひぜひそちらの方であでウェイトリストに。 登録していいただければと思います。ではでは、最後までお聞きいただきまして、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。それではまた来週お目にかかります。See you next week!